にちは。時計メガネアクセサリーのリコードでございます。今日はですね、ステンレス製の、メガネフレームについてちょっとご紹介したいと思います。最近はですね、どちらかというとそのステンレス製よりですね、チタン製ですね、まあ、ベータチタンとかちょっとベータチタンというのはこのバネになった、それ以外にですね、まあ、意外とステンレスのタイプも何種類かございます。まあ、それについてちょっとご紹介したいと思います。まあ、意外とですね、ステンレスのフレームって結構ドイツ製でもあります。結構この手は、まあ、ちょっと値段いいんですけどね、このバヤッツォっていうブランドはこれステンレスなんですよ。すごくこうシャープにこう作ってるんですよね。こう薄い仕上げなんで、それすごく軽いんです。ですからちょっとチタンとはちょっと違ったこう雰囲気はやっぱありますね、ステンレスの場合。そういうちょっと特徴は正直言ってありますね。あと国産のブランドでもこういうタイプもありますよね。これもちょっとシャープなこういう感じで、非常にこう厚くは作ってないですよね。非常にこう薄手に作ってますので、ちょっと個性的なこうイメージも確かにございますよね。まあ、あとこういうタイプね、これも全部ステンレスなんです。まあ、そういうタイプもいろいろございますんで、またかけた感じもね、ちょっとチタンとはちょっと違った雰囲気、かけ具合もちょっと感じるかと思うんですけど、ぜひですね、店頭で実際こうかけていただいて、そのまあステンレスタイプのまた良さっていうかね、それもちょっと分かると思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。